宗茂はここにも合流していないか。九州からの撤退戦以来噂を聞かぬ。一体どこへ消えたのだ。心配かな。いや、やつは殺しても死なぬ男だ。心配など。そう照れんでもよかろう。小田原城は厚く包囲されてる。まともに突っ込んでも返り討ちに遭うだけだ。一度は道をたがえた宝徳殿と、またこうして同じ道を歩めようとは。馬長殿、義に下ったそれがしを攻めぬのか。攻めるものか。再び同志になれたのだ。清涼にいた頃のように力を合わせ戦おう。鍛錬に行くぞ馬隊。強大な敵に打ち勝つため己を磨くのだ。まあまあ落ち着いてよ若。頑張りすぎは良くないよ。ほら今日のところは酒でも飲もう。肩の力を抜いてパーッとやろうよ。わしらは討伐軍として陽ちゃんに対抗。そろそろ手取川の妖魔軍を打ち破ったことで投石者は確保された。これで閉ざされた扉を破壊すれば甲冑を救えるはずである。過去を変える戦いが今始まろうとしていた。手取川から投石者が向かっているとの報があった。過去は変わった。今こそ甲冑殿を救い出すのだ。しばらく時がかかるんです。よし、ならば今なすべきをなそう。微力ながら私もお手伝いいたします。我が武田騎馬隊よ、とどめよ。清涼の武者どもに引導を渡せ。バカが戻ってきちゃうなんて、俺の覚悟が台無しだよ。いらぬ覚悟だ。俺たちは共に生き延びるのだからな。その首叩いた。聞かざるを得ぬか。歴史を聞かざるを得ぬか。若たちのおかげでこっちはもう大丈夫。
それよりも清盛を何とかしないと。一人で食い止めてる甲冑殿が危ないよ。投石者があれば助けられるはずだ。一人で死なせはせんぞ。これで皆を救うことができる。かぐや、お前のおかげだ。礼を言う。私はお手伝いを差し上げただけ。はやー、真に過去を変えるのは皆様方のご存知。承知。必ずや変えてみせよう。やるな、大したもんだぜ。かっこいいよね。俺ごと噛み砕いてくれ。これぐらいにしといて。敵将孔黎明が討ち取った。よい、敵を滅殺します。おお、一段と冴えておいでですな。音に聞こえた武田の騎馬隊か。さすがに手ごわい。それを言うなら俺たちも音に聞こえた清涼の騎馬武者だよ。清涼の誇りにかけて遅れは取るまい。Thank you.
やりおる。敵将王黎明が討ち取った。閉ざされている様子。投石者で破壊せねばならない。よし、門が開いたな。行くぞ。勢いのまま敵陣を貫く。トーボク殿、どっしりしててかっこいいよね。マジで大なの気を、したって噂は聞いてたけど、前よりも力が強くなってるみたいだね。この方黎明は真の三国無双。戦うしかないようだな。フラムクの前フラムク。これがすが参る。これ以上戦わせては術が解けるか。戻れ、雪村。やるな、大したもんだぜ。Oh!
士を王黎明が討ち取った。ちゃんと冴えておいでですな。よくぞ劣勢を覆した者よ。行くぞ。どれ、我が輩が相手をして死んぜよ。避けられぬ定めゆえに死の道を進むのみ。助けるつもりが助けられておっては世話ないわい。じゃが助かった。これからはわしも共に戦おうぞ。死の本部さすが、やるー。